そういえば今日何やるかはマリサが考えるって言ってたけど何やるの？ちゃんと考えてるから心配するなって。いやーそれにしてもシーズン2もいよいよ終わりだな。今回のシーズンで何が一番印象に残ってる？武器とかかなり印象的だったよな。ヘリとか色々あるけどやっぱりシーズン開始からずっとあったミシック武器かな。ミシック武器コンプリート企画。なんか急に企画が発表された。シーズン2の最後にはこのシーズンの集大成になるようなものがいいと思ってな。いやそれでも鬼畜すぎるでしょ。一番印象に残ってるアイテムを集めようって企画だったんだけど霊夢がミシック武器って言うから。自分でそう言っちゃったんだからしょうがないよな。こいつら尺稼ぎのオープニングトークに見せかけて周到な誘導尋問を仕掛けてきてやがった。それでは今回の企画を説明する。せめて私の同意を得てから始めろや。現在フォトナには7種類のミシック武器が存在する。ちょっと待って7種類も持てないでしょ。だから霊夢には7つのうち5つを集めてもらう。そう聞くと簡単そうだろ。どこがだよ。というわけで最初に降り立ったのはザシャーク。一箇所で二つのミシック武器が取れることを瞬時に嗅ぎつけた模様。そう、開幕ここに降りれば速攻で二つ揃う。つまり初手ザシャークはこのクソ企画を達成するために必須。クソ企画とか言うな。早速スカイを発見。まずはサクッと2つ揃えさせてもらうぜ。最初は NPC 倒せば手に入るから結構簡単だな。巨体力が多すぎ。あの霊夢さん、ここで死んでたら全トタなんですけど、シーズン2最後の企画にふさわしい難易度ですね。それ以前の問題だったよ。私としたことがヘンチマンたちが厄介な存在だということを忘れてたわ。思い出せてよかったな。シーズン変わったらいなくなりそうだけどね。はい、ヘンチマンを処理しつつ敵も倒す圧倒的マルチタスク能力を披露しつつ視界を倒す環境を構築していきます。目についた敵を順番に倒してるだけだろ。でもそれが一番効率がいいんじゃないかな。おめえがマルチタスクとかこざいたんだろ。いいからさっさと視界を倒しに行け。またあったなスカイ。残念だが私は同じ鉄は踏まない女。もはやお前に負ける要素は一切ない。所詮は NPC。全く見当違いのところを打っておるわ。今回はサクッと倒させてもらうわ。危ねえ。死にかけてんじゃねえか。お前このシーズン終わろうって時期にスカイにやられるシーン2連発に大手かけたのうちくらいだぞ。シーズン2の思い出が蘇ってくるでしょ。お前をシーズン2の思い出にしてやろうか。とにかくこれで2つ手に入ったね。もうここには用はない。で最初はいいとして残りはどうやって集めるつもりなんだ。それには IQ600 の作戦があります。まずは華麗にヘリを強奪。この圧倒的機動力で2つ目のミシック武器を奪いに行きます。はい到着。ここでデッドプールのハンドキャノンをもらいます。いやもうストームに飲まれてますよ。このくらいは回復間に合うので問題なし。いやそうじゃなくて IQ600 の作戦を舐めないでいただきたい。ヘンチマンいなくね。確かに気配すらしない。なぜ？ヘンチマンたちはストームに飲まれたら消えるぞ。なるほど、作詞作に溺れると言いたいんですね。違うよ。まあこのくらいは計算の範囲内。収穫例が計算に入ってんのにのこのこ来てんじゃねえよ。大丈夫、私の計算ではここからが本番だから。計算できてなかった。ダメじゃねえか。しかもアンチの中からまだ人が乗ってると思ってヘリめっちゃ撃たれてるし。もう誰も乗ってないのに受ける。受けてんじゃねえよ、くたばれ。やはり橋の方のエリアに降りるのが良くなかった。マップのど真ん中のエージェンシーでドラムガンを回収。その後アンチを見てから他のエリアに行く。これがこの企画の勝利の方程式。でもここって結構な激戦区じゃない？多少人が多いのは許容範囲内。序盤のリスクを差し引いてもこの後取れる行動の選択肢の多さは魅力的。敵はどうせ2、3人だから潰し合ってもらって。本当に嫌になっちゃう。お前さっきからことごとく想定外の事態に陥ってんじゃねえか。全部倒してしまっても構わんのだろう。それができないことが分かりきってるから霊夢は霊夢なんだろうが。私のアイデンティティみたいに言うんじゃねえよ。まあでも強い霊夢なんて想像できないよな。うるせえよ、そのチャンネルには強い霊夢もいるんだよ。そういうめたいこと言うな。そ、一番大事な近距離系の武器が白武器しかないし、アイテムスロットの描写も追いついてないし、これだから激戦区は嫌いなんだ。そう言いながらもアイテムの並び替えは迷わないんだな。まあいつものことだからね。悲しすぎるだろ。その元気いっぱいさ、ヘンチマンではないな。どういう見分け方だよ。本物のヘンチマンはのそのそ歩いてるだけでプレイヤーを油断させて予想外のエイム力で殲滅してくるからな。あれ、この動画の序盤でやられてるやつを見たような。そんなやつがいたのか。おめえだよ。その後敵が戦いあった末に共倒れしたのか。エージェンシーの制圧に成功した模様。すまんな、ドラムガンはいただいたぜ。いやお前はほとんど何もしてなかっただろ。うろうろしてましたよ。そういうのを何もしてないって言うんだよ。ちなみにアリの7割はうろうろしてるだけで仕事してないらしいよ。その知識は今は必要ないだろ。そしてエージェンシーで時間使いすぎてとても5つ集めれそうもなくなった霊夢。激戦区に降りるのはやめた方が良さそう。コントローラー落っことすかと思ったわ。ゴリをされる前にダメージを。ってあれ、全く動かないな。電池切れちゃったんじゃない？じゃあ電池を上げよう。お味方様はこれで復活するかな。動き出したね。どういうことなの？動き出したからこのまま戦闘続行しよう。ロケランブッドだな。比較的に攻めてドラムガン使ってくれる。縛りではないので足からず。そうだ、テロップも出しておこう。いやテロップ出せばいいってもんじゃないからな。はい、とどめのロケランをここ。ミシック武器は持ってなかったか。ちなみにこの後はミシック武器拾えなかった戦いは基本的にカットするよ。じゃあ今は何を見せられてるんだよ。
そしてこの後にシック武器はこれ以上拾えずに普通に負けたよ。全然ダメじゃねえか。エージェンシーに降りるのは失敗だったわ。てかせめて3つくらいは集めるかビクロイトルかしてくれよ。じゃあちょうど折り返しだしちょっと箸休めをしようか。箸休め。そう、これは今回の企画をやっている時に偶然取れた副産物、通称プレーリードッグビクロイ。なんて、こもって屋根から外を覗いてたらビクロイできました。なんなのこのビクロイは。さあそろそろ頑張らないと、このままではただ普通にミシック武器拾っただけの動画になってしまいます。いくらマリサが考えたクソ企画とはいえこのままじゃまずい。クソ企画とか言ってんじゃねえよ。まずはスカイのアサルトとグラップラーをゲット。さらに段差に引っかかったデッドプールからハンドキャノンを楽々ゲット。楽々、楽、硬すぎるだろ。 NPC への逆ギレはご遠慮ください。走行してる間に残り6人の終盤戦に。時間足りなすぎるって。終盤は持ってる人を倒して奪うしかないな。へえ、そこのフィッシュマン都合よくミシック武器2つ持っていませんか。そんな都合よくいかないだろと言いたいところだが、行くと信じるしかないところが笑えるよな。草生やしてんじゃねえよ、除草剤撒き散らすぞ。どれだけ除草剤を撒こうがまた生えてくるのが雑草っていうものなんだよ。それはどういう返しなんだよ。これで4つ、あと1つだ。リーチ、パチンコみたいな演出入れてるんじゃねえよ。でも盛り上がるだろ。まあこの鬼畜企画をあと一歩のところまで来たので盛り上がらざるを得ないでしょうね。急にうざさのスロットルを上げるな。ちょっとさっきから誰が撃ってきてるの。ミニポがないからおやめください。ショットガン捨ててミニポ持ってくればよかっただろ。今日の霊夢にショットガン捨てる発想はないよ。ショットガンは必要。その固定観念を捨てれませんでした。悲しいなぁ。突然ですがここで重大なお知らせがあります。重大なお知らせ。この時点で持っていないミシック武器はブーム棒、ドラムガン、ニャウニャウライフル。しかしこの時点でこれらの武器を使ってる人が見当たりません。つまりこの試合での達成は不可能になりました。なんなのこの企画は。でも使ってないだけで持ってる可能性はあるけどね。ならば勝負を挑むしかない。さあハイグラは取ったぞ。ちゃんとで勝負を挑みに来たね。かなり好戦的な人みたいだな。こっちだって伊達にミシック武器4つも集めてないわ。望むところよ。階段の向こうに追い込んだ。なんだそれは。霊夢選手などの瞬間移動で敗北。どの道ミシック武器手に入らないから勝っても意味ないんだけどな。意味ないとか言うんじゃねえよ。さあこれが泣いても笑っても最後の試合。うつ主の編集スピードを考えるとこれ以上の撮影はシーズン3が始まってからミシック武器の動画を投稿してしまうという号を背負ってしまいます。知らねえよ勝手に背負わせておけ。それはさておき、一つ目のミシック武器手に入れた時点で残り41人。死に物狂いで急いでください。露骨にせかしてきやがる。残りは持ってる敵から奪うしかないね。そう、探すしかないか。ようやく見つけた。あの人がグラップラー持ってる。お前全然テンポよく集められねえと思ったらこんなコソコソしてたのかよ。奇襲を仕掛けて一気に倒した方が時間節約できるから。あの家に入った。出てきたところを一気に。どんなタイミングで撃ってんだお前。絶対ボットだな。これでグラップラーに気づかれたな。面白くなってきました。人のピンチを面白がってるんじゃねえよ。くたばれ。ああ。グラップラー急速接近。でもどの道戦わなきゃいけないんだから腹をくくれ霊夢。確かに残り10人。もう逃げてる場合じゃないか。しかも偶然バーストアサルトが3発当たったから状況は互角になったよ。よし、その偶然から得たか細い勝ち筋を全力でたぐり寄せろ。偶然じゃねえわ。むしろ28くらい当てるつもりで撃ってるんだよ。どんだけたやすく当たると思ってるんだよ。今ドラムガン使ってたよ。ということはこの敵はミシック武器3つ持っているってことになるぞ。よこせー。さあ絶対に避けては通れない戦いが始まりました。このハンドキャノン全然連射できない。まあ使ってる人あんまり見ないしな。敵ジャンパで逃走。絶対に逃がさん。くらいつくこと顎が強い人のごとし。スッポンとかもっといい例えあっただろ。スッポンは一度噛みついたら雷が鳴るまで離さないと言われていますが、実は臆病な性格で水の中に戻せばすぐに離してくれるそうです。そういった意味ではスッポンを例えに出さなかったことは正しい判断だったと言えるかもしれません。別にスッポンの解説はいらないだろ。このまま回復させずにゴリ押して、この人が奇跡的にミシック武器4つ持ってる奇跡が起きてほしい。強欲だな。今望めるもの全部リクエストしてんじゃねえか。はい、ここで毎度おなじみ機が邪魔でうまく建築できない。毎度おなじみってほど頻発してないし、なんだったら機がなくてもうまく建築できないだろ。こいつツッコミに紛れ込ませて的確にダメージを与えてきやがる。そしてもたもた建築してる間に敵はこもってしまいました。ならば私も一旦回復よ。回復完了。いざ尋常に勝負。かっこよく言ってますが、メディキット巻く時間は与えなかったがゆえの強気の発言となっております。なのでショットガン一発で倒すことができてしまうのです。回復させないのも立派な戦略だろ。私がズルしたみたいに言うな。そんなことよりほら、これで4つ揃った。これは可能性あるでしょ。突然ですがここで重大なお知らせがあります。またかよ。もう結末がわかったわ。この時点で他のミシック武器使ってる人が見当たらないので罪となります。だとしても私は諦めない。せめてビクロイを目指す。なんとか上を取らせてもらう。いや、ただのお前のミスだろ。怪奇現象起きちゃいましたみたいな演出でごまかそうとすんな。ああ、私のミシック武器が。というわけで霊夢には4つが限界だったよ。霊夢は無理ゲーすぎてくたばってるが、シーズン3が始まったら復活してるはずだから心配はいらないのぜ。それじゃあ次は新シーズンでお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。シーズン3、楽しみ。